皆さんこんにちは、無重力のマサトです。本日は初の試みをやってみたいと思います。皆様が大好きなお金の話です。はい、僕は YouTube を始めてちょうどね1年ぐらい経ちました。ということで、まあ1年経った無重力のマサトは YouTube でいくらもらっているのか皆さん気になると思います。はい、まあ実際ねそういう風なコメントをね結構もらったことありました。ということなので本日は僕の2021年の YouTube 収益を公開したいと思います。はい、これ初公開です。もう収益ね、今までこういうお話したことありませんでした。僕あんまりお金の話とかをねまあするのがあんま好きじゃないというか、僕あんまりお金にこだわりとかがないので、はい、今までそういう話してきませんでした。しかしね、まあ一応 YouTube でも収益というものは発生しているんで、まあそれがどのくらいのものなのかというのをね、皆様に本日はお話していこうと思います。僕はね、好きなことで生きていくぞっていう風に YouTube で宣言させてもらったんですけど、そうやって宣言してね、実際どのくらいもらってるんだと、まあ皆さん気になると思いますよ。生きていけてるのかと心配されている方もいると思います。はい、なので今僕がこの YouTube の広告収入がどれぐらいあるのかというお話をしたいと思います。まあ僕の収益はまあこれだけではないんですけど、まあこの広告収益というのはねかなり大きいものにはなると思うんで、まあこの今回は YouTube の広告だけの収入を公開したいと思います。はい、ということで2021年の1月から4月までの収益を公開したいと思います。これ実際にね振り込まれたお金じゃないと公開してはいけないんで、とりあえず今のところ振り込まれているのが1月2月3月4月ということで、この4ヶ月の収益をすべて公開したいと思います。はい、この YouTube の収益というのはね1ヶ月遅れて振り込まれます。なので4月に振り込まれる給料というのは3月分の収益になります。3月に振り込まれる給料というのは2月分の収益になります。この画面をお見せすることはできないんですけど、まあ、金額についてはもう1の単位まで全て細かくお話したいと思います。はい、ということで今から発表していきます。2021年の1月度収益86,075円です。はい、どうでしょうか。この2021年の1月というのはちょっと、僕引っ越し作業をしておりまして、動画の本数がねちょっと少なめになっております。そして、減量始まった最初というのもあって、その月はねあんまりちょっとやる気が入らない感じの、はい、月になっておりました。ということで次は2021年2月の収益を発表したいと思います。103,102円になります。はい、どうでしょう。10万台に到達いたしました。この、2021年の2月というのはまあちょっとね動画の本数も、普段通りに戻ったという風な感じですかね。1週間に、まあ、3回から4回5回ぐらい投稿していたんですかね、おそらく。まあそのぐらいは投稿していたとは思います。しかしねちょっと1月で再生回数とかも結構減っちゃってたんで、まあその2月もまあちょっと復活したかなという風な感じで103,102円という風な感じです。はい、まあこれが多いと思うか少ないと思うかはちょっとわかんないですけどね。はい、ということで2021年次3月の収益をご報告したいと思います。113,855円になります。次は、1万増えましたね。11万、はい、113,855円です。はい、これもねおそらく動画の本数もねあんまり変わらずという風な感じですけど、まあちょっと再生数が伸びたんですかね。ということでまあ1万円アップということでした。はい、そして次最後ですね、2021年4月度に支払われた給料公開したいと思います。116,574円です。はい、ということでまあ、3月とあまり変わらないという風な感じですかね。ということで平均的な今の収益はまあ10万ちょっとぐらいですかね、という風な感じがまあ普段の収益になります。まあこれを聞いて皆様が多いと思ったか少ないと思ったか、まあそれはねわからないですけど、どうでしょうかね。まあこんな感じの収益になります。はい、まあしかし僕的にはね
結構夢があるんではないかなと思います。まあなんせまだ1年しかやってないですから。そしてね、登録者もまだ3万人台なんで、これから登録者もね少しずつ増えていって、そうするうちに再生回数もねもう少し増えていったら、もう少し収益のアップが見込めるんではないかなと思っております。はい。ちなみにね、過去最高の収益というのは、まあこの平均の収益の、まあ、約4倍ぐらいありました。はい。これが、2020年に2回ほどありました。この2つの月はね、ほんとバズった月で、1つ目は去年の自粛時期ですね。はい。去年の自粛時期はもう家トレとかがねめちゃめちゃ流行って、僕の自重トレの動画が結構どれもバズって、まあ、そこで収益はねかなりもらえたかなという風な感じでした。その時はね登録者がまだ1万人ぐらいしかいなかったんで、まあ、1万人でもそのぐらいの収益があるということで、僕はねこれめちゃめちゃ夢があるんじゃないかと思っていたんですけどね。まあしかしその後すぐに、自粛が明けたら、まあ再生回数も落ち着いたという感じでした。そして2回目のバズり期というのがコラボです。まあ僕はいろいろご縁があって、メンタリスト DAIGO さんともコラボさせてもらって、その後にサイヤマングレートさんともコラボさせてもらった月があって、その月はもう全部の動画がドカンと伸びて収益かなり多くなりましたという風な感じで、その2回は結構僕の中でバズり期で、はい、収益かなり多かった月でしたという風な感じで、それ以外はもう平均的に、まあ今回ご報告したような、うん、10万ぐらいの、まあこれがアベレージの収益だと思います。はい。今回公開した収益はこの YouTube の広告だけの収益になります。はい。まあ、YouTube から得られる収益というのは基本的に広告収益がメインになるんですけど、まあそれ以外にも企業の案件とかがもらえたりもします。それはまた別に企業さんから支払われるという風な感じになるんで、まあこれは今回除外させてもらいました。あとは、自分の僕グッズとかもね販売してるんで、まあそういう収益とかもあるんですけど、それも今回は除外させてもらいました。とりあえず今回は YouTube の広告収入だけを初公開させてもらいました。はい。ということで皆さんどうでしたかね。感想を教えてもらいたいです。多かったか少なかったか、うん、まあ思っていた通りだったのか、皆さん感想ください。そして今回のこの動画がね反響いいようならば、まあこれからどんどんこういう風な収益のお話とかもしていきたいと思います。まあ僕はこの広告収入以外にもまだ他にねちょっと何個か、キャッシュフローがあるんで、まあそれを全部合わせたらなんとか生きていけてるかなという風な感じです。はい。しかしまあ余裕があるわけではないんで、もっと頑張らないといけないなと思います。はい。ということで皆様本日の動画どうでしたかね。はい。もしよければ感想をいただけると嬉しく思います。この収益多かったのか少なかったのか、それとも思っていた通りなのか、皆さんもしよければ感想ください。そしてこのようなお金の動画好評なようなら、また今後も出していこうかなと思っています。ということでご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。